達に病院行ってくるかな。ママ、なんか風邪っぽくて病院行きたいんだけど。あら、心配ね。それじゃあ今から車で送ってあげるから行きましょうか。うん、ありがとう。はい、おや、風邪をひいてしまったのかい。そうみたい。これは38度はあるね。このお金で病院に行っておいで。おばあちゃん、ありがとう。ごめんね、車や自転車があれば送って行ってあげたんだけど。うん、大丈夫、逃げて歩いて行ってくるね。気をつけるんじゃよ。お嬢様、お味はいかがでしょうか。美味しいけど、もうお腹いっぱいだからいらない。珍しく小食です。どこが具合が悪いのですか。いや、大したことないから大丈夫。いえ、お嬢様がこんなにご飯を残されるなんて何かあるに違いありません。今すぐお医者様を呼んでまいります。ちょっと今日はどうされましたか。ちょっと咳が出るので、ひどくなる前にお薬もらいたいなと思って。なるほど、じゃあちょっと少し喉見せてもらいますね。はい、大きく口を開けて。ちょっと少し腫れてますね。これちょっと念のため今日入院しましょう。え、入院。はい、ちょっとの間待ち合わせでお待ちください。お、はい、お大事に、はい、お金これだけしか持ってないんですけど、診察してもらえますか。かしこまりました。それではそちらの席でお待ちください。は、はい。10時間後。ミミトさん、診察室にお入りください。はーい、今日どうなさいましたか。体調が良くなくて、お金これだけしかないんですけど、熱測ってもらうことできますか。お帰りください。嘘です。お嬢様、お医者様を呼んでまいりました。私は日本一のドクター。もう私が来たからには大丈夫ですよ、お嬢様。まあ頼もしい。私いつもより食欲がないな。今すぐ見てもらえるかしら。かしこまりました。いや、これは胃がもう腫れちゃってますね。お嬢様は助かるのでしょうか。今すぐ入院していただく必要が入院。お嬢様、今すぐ病院に行って入院しましょう。ちょっと話してください。 あなた本気で言ってるんですか。お嬢様を正面のベッドに寝かせるわけにはいきません。でも今すぐ入院しないと。うるさい。ダメ。それに聞かされたんだ。はい、メス。はい。なるほど。今すぐそちらの病院にお嬢様が入院できるように、お嬢様の特別室を作ってもらいたい。もちろんお金いくらでもお支払いする。かしこまりました。今すぐご用意させていただきます。ルミコさん、お昼お持ちしましたよ。わあ、美味しそう。これが食べ終わったら退院しても大丈夫とのことなので、気をつけてお帰りください。え、もういいんですか。はい、お薬も飲んで体調もだいぶ良くなったみたいなので、もう大丈夫ですよ。あ、そうですか。それでは大事に。普通すぎてなんかつまんないな。ミミトさん、お昼お待ちしましたよ。あ、ありがとうございます。って、え、これだけ。はい、患者様のお所持金は10円なので、お食事は水道水のみになります。え、でも私風邪ひいてるんですよ。栄養はちゃんと取らないと。は、ご飯が食べたいならちゃんとお金払ってください。それが病院のルールなんで。それじゃあ。そんな。あ、あとお金がない方はこれ以上この病院で治療することはできないので、諦めてお帰りいただくか自力で治してください。なんでだよ、おかしいだろ。お嬢様、ご体調はいかがでしょうか。失礼します。お嬢様、お昼のお食事をお持ちいたします。ありがとう。美味しそうだけどなんか地味ね。私今日キャビアが食べたい気分だったのに。かしこまりました。失礼ですが、こちらのお酒して、お嬢様の好きなキャビアを用意してくれませんか。いや、そう言われましても入院中は献立が決まっておりますので。
お金ならいくらでも払うぞ。よし、忘れ物なし、帰るか。ハクシュッ！ハクシュッ！大丈夫ですか？ああ、すみません。ハクシュッ！全然大丈夫なんで、気にしないでください。いや、全然大丈夫じゃなさそうですけど、ここで何してるんですか？私、お金なくて、この病院で治療を受けられないんです。だから、自分で勉強して、医者になって、それで自分の体治すしかなくて。何それ、ひどすぎる。私が今から先生に行って治してもらえるようにお願いしてきます。でも、すいません、この方お金なくて、でも風邪なんです。このままじゃ多分死んじゃうと思います。誰かここにいる方助けてくれませんか？ちょっとうるさいわね。せっかく最新型のプロジェクターでテレビを見て過ごしていたのに、あなたの声で台無しじゃない。あ、すいません、でもこの方お金がなくて治療が受けられなくて困ってるんです。ほんと庶民は大変ね。庶民。あなたお名前は？貧乏ビミタです。名前にまで貧乏がついてるなんてかわいそう。よちじ、ここのお医者様を呼んできてくれる？かしこまりました。お嬢様、呼んでまいりました。何かお困りでございましょうか？このお金を使ってここの病院の最新治療をこの患者さんにしてあげてくれる？それはこれじゃ足りないかしら。これでどう？すぐに治療させていただきます。さあこちらへ。どうして？ああ、どうしてこんな私を助けてくれるんですか？別に助けたわけじゃない。お金がたくさんあって困るから使いたかっただけ。だからあなたは気にしないで早く治療してもらいなさい。なんで？さあこちらへ。でも治療して体調が良くなったらこれからもっと勉強頑張って将来素敵なお医者さんになってね。それで次また私が体調を崩した時はあなたが私の治療してちょうだいね。このお礼として。は、はい、ありがとう。さすがのお嬢様ですよ。こうして貧乏のミミタも無事治療を受け、みんな元気に退院することができました。みんな体調には気をつけてね。おしまい。なんと7月21日に東京の有楽町朝日ホールにてイベントを開催します。イエーイ。チケットの詳細はこちら。みんな忘れずに応募してね。当日待ってるよ。今年も一緒に遊ぼう。もしね、分からないけど。もう。